M-11 シュトルムは、ソビエト連邦が開発した、艦隊防空ミサイルシステム。グラウオインデックスでは、原型は 4K60、射程延伸した改良型は 4K65 とされた。また、西側諸国においては、NATO コードネームは、ゴブレット、アメリカ国防総省識別番号としては 4K、60は SAN-3A。 4K65 は SAN-3B と呼ばれた。なお、シュトルムとはロシア語で、突風という意味である。1950年代より、ソ連海軍の水上艦艇は、侵入してくる、西側の海洋兵力を近海において溶撃する、ことを任務としてきた。しかしながら、アメリカ海軍の潜水艦発射弾道ミサイルが、高性能化を続けるとともに、 これらの潜水艦をより遠距離で撃破する必要性が生じることとなった。このためソ連海軍は原子力推進の対戦艦と防空艦をセットにして運用することを構想した。この原子力防空艦としては複数の計画が検討されたがその一つが1959年より 第17設計局により開発されていた1126型原子力巡洋艦である。1126型原子力巡洋艦は、満載排水量1万トン、防空艦として、長射程と中射程の2種類の艦対空ミサイルを搭載することとされていた。このうち、長射程の艦対空ミサイルとしては、陸軍向けの 2K11 クルーグを艦載化した。 M-31 が搭載される計画であった。一方、駐車艇の艦隊空ミサイルとして開発されたのが本システムである。新しい中距離艦隊空ミサイルシステムは M-11 と命名され、1959年7月より第10研究所によって開始された。1961年6月。 1126型の計画は中止され、これに伴って M-11 の開発も中止された。しかし、翌月、1123型対戦巡洋艦が向けとして、開発を再開するように命じられた。1962年4月には設計は概ね、終了し、大幅な性能向上が達成されることから、従来の M-1 ボルナとは異なる。 全く新しいシステムとして完成されることとなった。M-11 は、ボロシーロ筆の試験を経て1123型対戦巡洋艦に搭載され、1967年より収益を開始した。なお、長射程の艦隊空ミサイルシステムとして構想された M-31 は、1126型の計画中止とともに計画中よされており、 これにより、M-11 はこの世代のソ連海軍唯一の艦隊防空ミサイルとなった。全世代の長射程艦隊空ミサイルとして計画されていた S-75M-2 ボールホフ M も開発中予されており、ソ連海軍が長射程艦隊空ミサイルシステムを入手するには S-300F フォールとの収益を待つ必要があった。 キエフ級に搭載された連装発射機。シュトルムシステムは連装の B-187A 型発射機と V-611 型ミサイル 4R60 型グロム射撃式装置によって構成されている。B-187A 型発射機のタマコにはミサイル6発を収めたドラム型弾倉が4つ収容されており50秒で 次発を装填することができる。C ステート後の解消状況であってもミサイルの運用が可能とされている。また、1143型重航空巡洋艦には、ミサイル収容数を36発に増大させた発射機が搭載された。ミサイルとしては、原型の 4K60 シュトルムでは V-611 型が、 改良型の 4K65 シュトルム M では V-611M 型が使用されている。これらは個体ロケットモーター一段式で最大射程は V-611 型で 30km、V-611M 型で 55km である。ありがとうございます。